同人サークルとは、同人によって結成されたサークルのことを指す。同人組織とも称す。個人で活動している、同人サークルは、特に個人サークルとも呼ばれる。俳句、戦流、和歌、短歌など、日本の古典史サークルは、結社と称することが多い。本来は、文化的な創作活動をする人たちが集まり、作品を公開したり意見を交換する、開演制の場を指していた。 コミックマーケットに代表される同人誌即売会が各地で開催され、その存在を一般に知られるようになったことにより、同人サークルは同人誌即売会で作品を発表している各団体という認識が広まった。そのため、現在同人サークルとはむね、同人誌や同人ゲームなどの同人作品を制作するために結成された団体を指す言葉として認識されている。日本では、 結社の自由が保障されているので、同人サークルはその場で結成できるが、法的には、ごく一部の例外を除き任意団体である。同人サークルの中には、個人サークルと呼ばれる、個人で創作活動を行っている、同人サークルが存在する。個人の団体とも訳せる、矛盾を含んだ、この言葉は、作品を発表、出品する場合の参加は、 サークル単位で受け付けるという、ほとんどの同人誌即売会が採用しているルールから生まれた。同人誌即売会で作品を発表しようとする際、たとえ自分一人で創作活動を行っている場合であっても、名目上、サークルという団体を作っておく必要があるからである。この、サークル単位の参加というルールは、同人誌は団体が発行することが半ば常識であった。 同人誌即売会発祥当時の状況から成立した。当時、同人誌発行の主体は、そのほとんどが大学の漫画研究会を中心とした部活動系の団体や特定の作品や漫画家、作家を対象としたファンサークルなどに限られており、それ以外の参加を考慮する必要はなかった。個人で同人誌を発行するものがほとんど存在しなかった理由としては、 以下のようなものが挙げられる。しかし、同人誌即売会の発祥とその後の増加によって発表の場が増えたことと、1枚10円程度の p p c 副社サービスや同人誌向けの比較的安価なオフセット印刷を受け負う業者が登場したことで、団体でなくても同人誌を発行、販布できる状況となった。 また、個人による同人誌発行には内容の方向性や原稿の締め切りなどについて他のメンバーと足並みを揃えるといった集団での活動においてしばしば存在する煩わしさがないこともあり個人で活動するものは増えていった。同人誌即売会に参加している同人サークルのスペース同人誌の内容は小説、詩、短歌、俳句、写真、漫画、アニメ、ゲーム、 芸能、評論、思想など多岐にわたる。さらに、創作についてはオリジナルと二次創作物に大きく分けられる。また、漫画や小説などにおいては、アダルト要素のある作品については、男性向け、女性向けに大きく分けられ、アダルト要素のない、一般向けとは区別される。制作された創作物は、コミックマーケットなどの同人誌即売会で、販布されたり、 同人ショップへの委託によって反布されることが多い。ただし、これらのルートを使うのは、漫画、アニメ、ゲームなどの同人誌が中心で、特に同人ショップで取り扱うのはそれらに、ほぼ限定されている。それ以外の同人誌は、同人の間で、個人的に連絡を取って入手するか、文学界、週刊読書人などの文芸雑誌、新聞で紹介されているのを見つけて、 直接問い合わせて入手することになる。俳句、和歌などの結社は、そもそも不特定多数への反復を想定しておらず、同人以外への反復を行わないケースも多い。この場合、同人誌の購入は、結社への加入が前提となる。なお、政治団体などにも、出発点が、同人サークルであった団体は存在し、同人サークルとして、政治活動を行う団体も存在しうる。 しかし、政治団体や宗教団体などが、無害さを装うため、同人サークルや学生サークルを隠れ身の日正体を隠していることもある。そのようなサークルは偽装サークルと呼ばれる。これに対し、単に実体のないサークルは、ダミーサークルと呼ばれることが多い。人生哲学と神秘主義の団体であるバラ十字会は、古代エジプト以来の歴史を持つ、世界最古の同人組織と称している。 ありがとうございます。